セカンドストリート、ゆきでーす。はい、本日はですね、ちょっとここからだと分かりづらいんですけれども、ただいま新宿2丁目に来ております。で、今時刻がお昼の2時なんですけど、達也さんは来てないですね。何なんでしょうか。電話したけど出ないですね。今回はですね、こういうご時世でコロナとかがありまして、お昼から夜の10時までとかでこう営業時間を変えて営業しているところもあるということで、撮影許可をいただけたお店があるので、ちょっとそこで蹴り飲みをしていこうじゃないかって感じの企画です。まあちょっとゆるい企画かもしれない。実際の場合ゲイバーがどういう感じか見れる。あ、確かにそれは見れるのでお楽しみにしてください。それでは早速行ってきたいと思います。今回お邪魔するのはですね、こちら青でございます。はい、ということで着きました。青さん、ニューは発音しないらしいです、コロナ対策お邪魔します。いらっしゃいませ。ママだ。すごいの見て、足でやるんだって剣を、ね、はい、いただきます。じゃあ手首を。手首だ。はい、はい、綺麗です。36度3分です。ありがとうございます。セーフです。お店もマジですごい変わった、ね、めちゃめちゃ変わった。はい、ありがとうございます。昼飲み、ね、昼飲み今ほぼ2時からなんですか。フェイそう、もう8月は全部小池さんの言うこと聞いてる系です。あ、ボトルある。ありますか。あ、そうなのかな。あ、そうなんだ。それがそれぞれでその昔のやつ。タツヤので飲もうか。タツヤので飲もう。入れし、入れし。タツヤので。あいつの亡くなったらそれ入れずに違うので入れよう。あいつの空にしとこう。カカリなんでしたっけ。いや、マジでこれすごい。内装がこんだけおしゃれだといいね、なんか。タツヤくんのボトルの写真がすごい。すごい、すごい。これね、上に上がるの。本当だ。じゃあ人に合わせてあれ変えれるんだ。しかも私一応なんかコロナいいかな、いいかなってなったら普通。ああ、そっか。じゃあ両方で。そうはあ、すごい。でインフルエンザとかもね、また流行ってる時は。あ、そうかそうか、感染ね。ああ、すげえ。だってコロナってなってこんだけお店改装までしたのってサシャラの知る中で会うぐらいなんですけど、うん、改装まあまあの期間しませんでした。そうなんです。そうですよね。これがね、もともとあったのをくっつけたんじゃなくて、特注というかそのお店の形に合わせてデザイナーさんと話して、これできるこれできないみたいな。デザイナーさんが施工会社に持ってって、施工会社が OK 出さないと建設できないから。あ、そういうのがあるんだ。2ヶ月くらいかかりました。何割にしますか。僕水で。はい、指原は無糖ですね。でも、うん、も無糖だから大丈夫、うん、そんな糖分気にするように見えますか無糖ですから気にするのかなと思って。気にするんだったら水飲め。水てか乳になって鮎が一個もなくなってません。そう、全部外したんですよ。そうですよね。あ、ちょっとご自身で混ぜて。あ、はい、もちろんです。はい、ママは何飲みますか。あ、飲んでください、飲んでください。じゃあお酒飲めないので。え、そうなんだ。そう、俺あのお店、お酒飲めないからお店出したわ。飲めなくなっちゃって。乾杯は一応な、触れないように。あ、そっかそっか。すごい、イエーイ、ソーシャル。めっちゃソーシャル。これが新しい。お菓子もちょっと共有できなくしたので。あー、使い捨てで。おしゃれなものが出てくるわね。ピーナッツかかきピーか、バナナチップにするか。もう今ね、何でも共有しちゃダメって言われるから。もう触れるようなものはってことですか。お客さんが触れたものは全部捨てるみたいな。オープン時間変えてどうなんですか。あ、でも昼意外とね、そうですね、そっちはそっちの時間で、夜の方がやっぱ出にくいって人の方が今多かったり。そのやっぱ家族と住んでる人は夜その出るとやっぱ家族に何か言われちゃうから、昼だと仕事って言って出れるみたいな。需要はあるっちゃあるけどね。でもやっぱり夜の方が全然。ありがとうございます。ありがとうございます。全然多い。あ、ピーナッツだった。ごめんこれ、あ、全然いいです。私はラッキー。寝起きすぎてごめんなさい。寝起きだよね、きっとみんなね。私も寝起き、今日めちゃめちゃ1時ぐらい起きた。やべえと思って
週末でも2時からとかだと週末も飲んでる2分終わりの人とかも全然あ、来る来る来る、うん、あ、確かに。あとは働いてるスタッフの子たちでお店で潰れてて起きてまだ現実を受け入れられなくて来ましたみたいな嘘でしょ、帰れないみたいなあ、酒が抜けてないからってことですか。そうそうそう、ちょっと帰れなくてちょっとまだ帰れない。すげえ。そのでもさ、ゾンビをさ、白筆対応するの大変そうだ。確かに白筆だし、スタッフ寝起きだしみたいな。でも、体力レベル多分一緒くらいかも。テンション、あのもうすごい体力が高くなってる。肺の状態で来るわけじゃないですよね。肺からのこうちょっともう残りの数少ない命で現れるみたいな。かわいい。マスクが家に無くなった時にでもね、嬉しい嬉しい。かわいい。来店していただいたすべてのお客様にプレゼントしている。あ、そうなんですか。いいマスクよね。ね。そうなんです。洗えます。うん。洗えるし、しかも涼しいんですよ、これ。9月からは第2弾、白が。すごい。一番綺麗じゃない、多分、2丁目ね、思う、マジで。青は女の子も来れますもんね。女の子は多めかも、割りかし。2人で来る女の子が結構多い。だから、結構ね、客層がミックス。でも確か女の子は着やすいかも。あとはあんまりあれがない、グーみたいなやつが、まあ、僕はお酒飲まないのでそもそも確かにそういう人が来てもつまんないっていう平和な平和はちょっとおもろい。だからあのここを入り口にさあ飛び立っていきなさいみたいな。あーここで見るってね、酒を最初強すぎるとね。そう絶対に延長営業しない。うん、安心してもらえるのがやっぱね、そのレギュラーがいない店とかだとそれでもいいと思うんですけど、ここで生活してる子たちがいるから、その夕方からやったら一日の給料がどうしても上がっちゃうから。夕方だったら高校生の、そうですね、確かに本当だ。10時で終わっちゃうからね、高校生のバイト。確かに学校終わりの本当4時間5時間のやつになっちゃうんだ。まあでもやり続けてたらお客さんってやっぱこう来てもらえたり、その昼は昼でね。一応何月までこの営業スタイルやるんですか。東京都は8月31日までって言ってるから、8月31日まではこのスタイルでやって、大丈夫であれば9月1日からはまた夜19時から朝の5時まで。カラオケとかはもう今歌えない。カラオケはね、人数制限をして、例えばこことそことか、あ、距離感だったり、とマスク着用していただければ。なんかやっぱこの時間にこの2人にはすごい多分ね、まだねせかすとなかったと思う。オープン当初だもん。柏原もだって来た時はさ、でも多分ゆうきも多分そういう人だった気がする。あ、じゃあそれだ、一緒に来た。一緒に来てる人、一緒に来た。で、なんかホガボムとかなんか飲んでた。やった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 。ママ自体2丁目でも何年経つんですか。働き初めてでって言うと遊び初めてっていうか、もう来たのも働いたのも同じくらい、14年目って。いやー、働き始めたのはでも去年初めて店子をやらせてもらってみたいな。店子やるきっかけって何なんですか。でも二十歳ぐらいの時はやらないだろうなと思ったんですけど、東京じゃないんですよ、もともとが。で去年上京してきて。ちなみに何県ですか。岡山。で去年出てきたんですけど、出てくる時に、まあ、ママにもしよかったらっていうので話し出したら、あ、いいよって。なんか飲みに来てくれてたんですね。それで働きたいって言ったから、いいよ。店子って働くための条件ってあるんですか。面接って何するんですか。歯並びですね。歯並びが悪い子はどんな感じで、達也と絶対一緒ですね。達也もまずすぐ人の歯並び見るよね。確かに、うん、ついてるの基準ってフォロワー何人なんですか。1000人いればフォローしてる人の10倍フォロワーがいたらついてるみたいになるんじゃないですか。僕のこと知ってますって聞かれたことうぜぇうぜぇ来た時にお客さんが、そう、あ、ごめん知らない、え、会ったことあるって言って、あ、じゃあ僕もまだツイドルじゃないやみたいな。いろんなお店のママに僕のことをやっぱ知ってもらってて、初めて2丁目でも有名になったって言えるんですよ。すごい向上心のある子でしたよ、無事だったんですよ。大変だったこと、潰れたことあります、店で。潰れたことはもう結構、なんならもうリニューアルなのにもう大迷惑かけてるんだよ。もともとがそんな強くない方なんで。強そう、ね、めっちゃ強そう。クソ雑魚、クソ雑魚。でもそのクソ雑魚っていうのがママがもともとめちゃめちゃ飲んどったから雑魚だ
そうだね、確かに。でもね、次が3枚ですよ、ね、ああそれはちょっとザコだ、ちょっとザコだ、ザコでしょ。コカボム3杯でだとしても3になる。コカボム3杯でってやばくないですか。やれるときは普通に10杯とか飲んでても生き残ってたりするんですけど、うん、リニューアルの日ですかね、やっぱり前半からリニューアルのお岩で結構シャンパンだったりショット系だったりとか、うんうん、シャンパン用意よね。それで日回るぐらいにはもう呼ばれてたわですかね、その日。記憶が本当になくって潰れてて、で途中でまあ迷わしてたリニューアル一発目でトイレとかもね綺麗にしたし、今日最初にゲロしたやつマジあれだよねみたいな。あ、お客さんでね酔っ払っていつされるんだろうみたいなって言ってたら、トイレでゲロしたのも最初がこの人マーキング、ね、テーブルでゲロしたのもこの人が最初だった我が物のようにマーキング僕はね、やっぱ現実ちょっと受け入れられなかったのでしばらくそのままにしてあ、分かる、あっていう。すごいね、なんか店子さんとかってなんかもうお客さんなんかが入っちゃったらとっさに行ける人すごいなと、うん、私一回気持ち入れないとあの二次災害起きるから自分ももらえるようにしちゃうから。基本はだから僕じゃなくてスタッフがすぐ大体行ってくれるから僕はあんまり慣れてないんですよ。そう、僕も慣れてないです。そう、何なんでしょう。だからなんなら僕それ掃除してない。隣にいたこの人のことを好きなお客さんがいる人、うん、あー優しい優しい。ということで、いろいろ話していったんですけど、まあね、こういう話もして、8割方ちょっと NG な部分あるかもしれないですけども、あの、すごくすごく楽しいです。楽しいからまだまだ飲みます、私は。今来てね、1時間半、1時間40分ぐらい。あ、もうそんな経つ。うん、もう3時50分。本当だ、早いと。やっぱ時間経つのは早いですね。あ、楽しいと。うん、早いと時間経つのは早いですよね、高橋のね。この後も飲んでいくんですけども、ママの SNS とか、お店の SNS とか概要欄に貼ってるので、ぜひそこから飛んで、お店来てみてください。もらえます、今なら。じゃこれ、はい。なんとなく、お高いんでしょ、これでも、もらえるって言ってもね。来ていただいた方全員にプレゼントします。あら、0円ですよ。はい、最高じゃないですか。最高じゃないですか。めちゃめちゃいいマスク。昼からなんかこうやって平和に飲めるのいいね、涼しい中で。確かに。なので皆さんぜひ遊びに来てください。お願いします。さよなら、ママでした。わかんない。